ラリーとかは全部あのギリギリまでブレーキ使っちゃダメだから、はい、なるべく手前手前で。先生勉強になりました。あ、いえいえ、すいません、ありがとうございました。車の話出張坂の店のコーナーです。よっ、始まりました。やってまいりました。ひろきさん見てください、今日はなんと見学者がおります。たくさん、すいません、なんかありがとうございます、はい、いつもより豪華です。見学者の皆様がいらっしゃいます。豪華です、豪華。皆さん元気ですか？畑中さんと美馬さんまで見てくださってますからね。めっちゃ豪華です。なんかすごい緊張してますけど、はい、いつもの YouTube となんか違いますね、今日はね、はい、というわけで気合をさらに入れて頑張っていきたいと思うんですけど、はい、やっていきましょう、はい、今回は愛車コーナー。お、はい、あれ愛車買ってきました。あれ、この左にあるのがそうですか？はい、はい、あの先日ひろきさんにも乗っていただいたビッツ RS レーシング。なるほど、買ってきました。はいはい、はい、あのラリーに、お、出ることになったんですか？はい、 TGR ラリーチャレンジをいただけることになりましたので。お、コドライバーは？コドライバーはまだ決まっておりません。あ、なるほど、よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。また、はい、というわけで今決まりました。Quand t'es venu dans la rue inconnue, tu savais。 そんな初めの何このシェイクダウンみたいなことをこんな雨の降ってる群祭でやらなくていいじゃない、こんな危ない時に。元気に文句言ってます。ああ、そうですね、はい、というわけで、まあまあまあ、今回はあの、まあ、改めてね、仕様もちょっと見ていきたいなと思う。はいはいはい、まあ、一応この車はもともとビッツのワンメイクのレース、今はヤリスに変わってますけど、 あれもうロールバーが入ってるやつですよね。そうです、もうロールケージが入ってるのを、はい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 、まあ、インストールして、あとはもうその基準に合ったものを装着しているっていうような状態ですね。あ、まあまあまあ、確かにビッツはすごいあの初めてラリーやったりとか、初めて何か車を運転するってなるとすごい一番基礎が練習しやすい車だとは思うので、まあ、選択としてすごいいいんじゃないかなと、いうふうに思ってますけど、はいはい、なんとブリットさんの、あ、シートが、あ、はい、2脚入ってるじゃないですか。もう2脚入りました。お、すごい、はい、ゼロ VS 入りました。あー、なるほどね、はい、自分がラリーで使ってるやつはまたちょっと違うんですよね、これ。確かその車検も通る、はい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 、ということになっていて。なるほどなるほど、まあ、おー、これとかもバッチリのフルバケットして2脚なんですね、ブリットさんですね。おお、でもシートとあと何変えたんですか？はい、まあ、シート以外は今のところは本当にもう買ってきたままの状態なんですね。ああ、なるほど、はい、まあ、デフがかなりバキバキなのと、はいはい、まあ、も変わってるっていうところで、はい、まあ、その辺をあの横に乗っていただきながら、うんうん、ひろきさんの目線で評価していただきたい。わかりました、思います。はい、はい、じゃああとなんか特にないですか？ホイールとかタイヤとか買ってきたままです。ああ、なるほど、わかりました、はい、あの軍祭今まで撮影で何度も訪れてる場所になるんですけど、うんうんうん、走り方教わったことないんですよ。そうですね、はい、なんでちょっと横に乗っていただいて教えてもらえたら。ああ、わかりました、じゃあ簡単に簡単に簡単にね、はい、わ、はい、かりました。 FF ですしね、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。え、ワイパー一つなんだこれ。そうなんですというわけで、まあ、一周あ、まあまあそうね、はい、行きましょう。雨降ってますし、まあ、バキバキですよ、バキバキ。昔のなんかチューニングカーみたいな、ちょっと昔ながら、やばいなこれ、すげえな。まあでも雨降ってる時はデフが入ってる方がいいですからね。トラクションがかかるとか、ね、ああ、そう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 。ああ、いいね、このもう100キロ出るじゃん。はい、全然出ます。へえ。走り方的には結構軍祭って電灯ゾーンみたいなのってあるんですか？この道幅いっぱいは使えないよみたいな。ああ、まあでも軍祭は割とどちらかっていうとサーキットに近いかな。なるほど、割とギリギリまで使えるけど、でもわざわざ使う必要はない。基本的にラリーとかは全部あのギリギリまでブレーキ使っちゃダメだから、なるべく手前手前で1メートルぐらい余ってもいいから、ブレーキを踏むのは絶対手前。こういう今の跳ねながらのブレーキングも、もう一回戻しながら走る方がいいんですか？そう、一回車がどこで跳ねるか、跳ねそうなところで押さえてあげて、跳ねないところでスピード乗せてあげるっていうのがイメージに近いかな。アンダーステアですよ。車が曲がりません。基本ラリーでアンダーステア出すと排水口落ちるんで要注意です。だってラリーで使う道、ぶっちゃけこの道の半分ですからね。そうです、はい、半分だから本当にちょっとでもこうオーバーとかアンダーとか少しでも自分の思ったラインに乗せられないなと思ったら、もうまだまだそのスピードで入っちゃダメってことですか、コーナーに対して。確かに幅ありきで走っちゃう感じもありますよね。そう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 、雨降ると特にそうなんだけど、雨の位置でグリップが変わるのよ、路面でも。あ、そうですね、水溜まりができたりとか。そうそうそう、
あと普段走ってるところは苔が生えないけど、走ってないところは苔が生えて急に滑ったりとかするから、はい、だからそういうのも考えながら運転しないといけないから、そこは要注意。この高速セクションって難しいですよね。ああ、まあね、まあ実際に使うラリーはこういう高速セクションはないと。ラリーは進入ですよりも立ち上がりで頑張るみたいな。そうそう、立ち上がりアクセルを踏むタイミングをどんどん速くしていくイメージかな。ラリーとかだと多いじゃないですか。ああ、まあね、その時って乗り方的にはどんな風に変えていくといいんですか。まあ基本的に上りも下りも、まあ、特に下りは気をつけないといけないのはブレーキが残りがちになっちゃうから、はい、グリッピングに対して。だから下りは特に手前手前のブレーキング、はい、緩やかにブレーキしてって止めるイメージだから。ラリーの場合はさっきとみたいにこう短距離でバチンって止めるんじゃなくて、まあ、左足ブレーキとかやってもいいかなと思うけど。あ、今普通に木の枝踏んだ。ラリーでも落石とか木とか落ちてるからちゃんと見ないとダメだからな。 今めっちゃでかい木踏んだから、あんためっちゃでかい木踏んでましたよ。はい、ということで山中さん の運転乗ってきましたけど、ちょっとラリーだとねすぐリタイアするかなという運転だったの で、ね、そうそうそう、アンダー出しちゃダメなの。ラリーの場合ちょっとでもアンダー出すと排水溝があったり、あと落ちてる枝とか踏んでたじゃん、あれ結構でかかったからさ、はい、ああいうの気をつけないとすぐパンクしたりとか、石とか落石もあるから、いつも以上に道路に何が落ちてるのか、石が落ちてるのか、枝が落ちてるのかとかすごい注意しながら見ないと、サスペンション折ったりアーム曲げたりとかするから、そこは要注意。わかりました、はい。じゃあちょっと一回お願いします。自分が乗ってみたいと思います。はい、行ってきます。はい、お願いします。はい、お願いします。基本的にラリーは縦は縦、横は横に使わないといけない。斜めにこう残したりするじゃん、はい、さっきとやると。だから縦に踏んでしっかり止めてからハンドル切って加速していくイメージ。でも完全に切り分ける。そう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 、縦に使ってで横に踏みながらで立って切ったら縦に使う、はい、なるべく直線的にブレーキ踏む、斜め方向にブレーキしない、こうやって縦で止めてハンドル切ったらもう加速。でも本当にその道幅を横に使うっていうよりも、なんていうんですか、その基本的には縦に使うようにしないといけないってことですね。縦方向に使ってでハンドル切りながらで、この時もなるべくこうアンダーが出ないように、アンダー出るともうそこから先はもう排水溝とかになっちゃうから、なるべくそこの限界を見極めてあげながら、でハンドル切ってる時はなるべくこう曲がってる最中は基本アクセル開けないで、コーナーが緩くなってきたらアクセルを開けながら、ちょっと ここはサーキット的だけど外側に行ったりとか、はい、縦に踏んで横に曲げてアクセルを縦に踏んでしっかり止めて横に曲げる。だからメリハリをねしっかりしてあげる。なるほど。ギューなんて止めてハンドル切ってアクセル開ける。あとは路面とかも結構まあ、今日みたいな天気だと特にですね、こう、うん、変わってくるじゃないですか。どういうところを見るといいんですか、路面は。路面は常に路面のどこが滑りやすいか、まあ、雨の日は特に、そう、どこに通常のまあ一般道だから、ラリーは普段使う道が、だ一般車が走ってるラインっていうのは苔が乗らないのよ。でちょっと外側行くと普段走らないところは苔が乗ってたりするから、まあ、そういったところはしっかり逃がしてあげる、避けてあげないといけないの。だそこをうまく使いながらだ、縦に踏んでコーナーで縦に出す、縦に止めてコーナーで縦に出す。
で横で横ででゆっくりじわーって出していくイメージ。はい、待ってる時間がすごい長い感じですね。ああまあまあここはねコーナーが長いからどうしても。だからデフとかちゃんといろいろもっとセットアップができるようになるとブレーキ切ってすぐアクセルオンで曲がる車ができるから。結構あるけどまだそこまであなた教えても無理だよ。いや視聴者の皆さんにみんな知りたいと思うんですよ。だから左足ブレーキングとか典型的にそうだよね。はい、ラリーにおける左足ブレーキっていうのはサーキットとかと違う使い方をしたりするんですか？あの要は常にあの予測しないことが起こるからなるべく常に反応できるようにだすぐ何かあったらこう避けられるようにとか、はい、常にブレーキ踏める準備をするこうやって。なるほど。はい、ということで、今山中さんのビッツ乗ってきましたけどどうでしたか？僕のじゃないんですけどね。あ、そうですか、はい、どうでした実際？いや、でも乗りお互いのこう運転のスタイルっていうかそのラリーで速く走るためにはっていうスタイルが全然僕が考えてるのが本当にもうサーキットの考え方をそのまま持ってきてしまっていたので、あの非常に先生勉強になりました。あ、いえいえ、すいません。なんかありがとうございました。はい、ということで山中さんが事故らないようにあの SS ですぐリタイアする、まあ自分も初めてラリー出た時 SS2 で排水溝に落ちてリタイアしてたんで、まあそうならないように、はい、あのアンダーステアで曲がっちゃダメだからサーキットみたいに、はい、なので楽しみな山中さんの今後のラリー活動ということでぜひ皆さん注目してみてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。車のことならアヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり、車の競技カスタムチューニング新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。